東京都知事候補者無所属沢紫44歳都立富山高等学校卒青山学院大学卒 IT ベンチャー企業取締役を経て作家では澤紫恩さんの政見放送です 政見放送をご覧の皆様無所属沢志恩ですまず、昨今の新型コロナウイルス対策において、最前線で治療に当たっておられる医療関係者の方々、数々のデータから対策立てをしてくださっている方々、感染防止のために不要不急の活動を避け、自粛に努めてくださっている方々、 インフラや交通や飲食サービスなど、止めることのできない経済のために、日々働いてくださっている方々、本当にありがとうございます。心からの敬意と感謝をこの場で伝えさせていただきたいと思います。改めまして、無所属、澤志恩です。個人のキャッチフレーズは、IT に強い、運営に強い、逆境に強い。 です今回の選挙でのスローガンは「20年後を見据えた最強都市東京」の基盤作りを進めますですで最強都市東京この「最強」という言葉にどこか漫画じみた印象や子どもっぽさをお感じになられた方もいらっしゃるかもしれません理由があります これから続く暗い時代、これまでの都政における問題で生じた凸凹ココを鳴らし、ウイルスに打ち勝ち、経済を復興させて、再び東京都が明るい未来を描けるよう努めたいと思います。20年後に幼い子たちが笑って、この世界最強だねと、東京にいてよかったねと、笑って言えるそんな世界にしたい。 その意味を込めての最強都市東京です知っていますかすでに東京都には素晴らしい未来の東京戦略ビジョンがあります東京という都市の積み重ねてきた歴史と20年後2040年代に目指す東京の姿が描かれていますこれが公開されたのは年末のことです 年が明けて新型コロナウイルスによって世界は大変な状況となってしまいました当然この未来の東京戦略ビジョンはこのままでは疫病と経済の停滞によって絵に描いた餅となってしまいますでは私は具体的にどうしていきたいか一つ目新型コロナウイルス対策これは 効果的な薬やワクチンは一朝一夕ではできません発明されたとしても慎重に臨床試験は行わなければなりませんとても時間がかかります医療崩壊を起こさないよう保健所をはじめ病院などへの支援を引き続き行い都民の皆様へは実効性のあるデータと判断に基づいた適切なお知らせができるように 東京アラートなどの見直しをした上で、安全な生活への支援をお届けしたい。2つ、経済の復興、これは雇用や賃金の問題を率先して行います。同一労働、同一賃金、この国の支援を原則とし、正規雇用、非正規雇用の格差の問題を是正していきます。つつつ目これらを行いつつ 二十年後へ向けた少子化問題と晩婚化の対策です合計特殊出生率1.36、えー、大変少子化となりました東京の人口は1400万人と増加しましたが若い人が結婚に二の足を踏んでしまっている同性・異性・パートナーシップ・老若日本人か外国人かそういう区別や 急変、急襲に向き合って、人と人とが寄り添って生きることができることを最優先にできる社会にします。最近のトピックについても触れます。東京2020大会、これは簡素化かつ安全対策を講じた上での開催推進派です。統合型リゾート誘致、これは公共事業の観点をもって検討を進めたい。 最後に、私は氷河期世代です。けれど、20年後を思えばこそ、活力のある未来の社会と、その象徴である若者や幼い子の笑顔を見て、この礎となるための20年であったと振り返ることができるのなら、都知事として務めさせていただきたいと思います。私と一緒に未来をつくりましょう 東京都知事候補者無所属澤紫恩さんの放送でした。